よし、お待たせしました。仕切り直しでこちらから行っていきます。ちょっとまたもしもフリーズするようなことがあったらごめんなさい。で、この塔なんですけれども、アルテマがあった方がいいんですよね。マルシェに行って、そうね、受け取ってこよう。ラグナロックかな。で、ロックをちょっと、あ、ロックがセリスとイチャイチャしてる。で、これで、あ、間違えちゃった。で、こうかな。よし、ロック今イフリート。あー、確かにモグ連れて行きたいな。それがありますね。そうなるとおじいちゃんよりモグかな。まあモグというかお守り欲しいですよね。ちょっとこの二人マストなんで。不思議なメンバーになっちゃったな。アクセサリー、よし、これで。あー、確かにここにガウ入れたいな。それも考えました。シャドウと、そう、モグ、ガウ。しかし、やっぱりリルムは一緒にいたいんですよね。で、ここへ来て、ロックがオッケーみたいな。あ、バケツバケツ。あ、こんにちは。お前さんたちを待っていたよ。これを渡そうと思ってな。やったー。武器屋をやって70年、この石からは不思議な力を感じる。
多分この石を削り剣を作れば素晴らしいものになるじゃろう。どうじゃこの石を剣に変えてみないかね。変えてみないかね。いえ、魔石ラグナロックのままで結構です。よし、わかった。あ、わしはここに残ると。よし、行こう。これでどうしようかな。でも取れる。そうね、リルムかな、やっぱり。長老の家。ここではない。こっちかな。もうロックが全部開けていく。よし。あ、ごほ、これを。血塗られた盾、もしその呪いが解ければ最強の盾となるのだが。うん、これは完全にもうガサ入れに近い。確かに生きのいいお魚あげたかった。とりあえず今、あ、メテオを覚えさせてるんだ。松沢ニキフェニックスなんですよね。あー、そっか、アレイズが欲しかったんだ。そうなるとアルテマをティナかな。よし、行こう。松沢ネギフェニックスいいでしょう。そうね、アルテマ覚えるためにどうしようかな。リレイズはね、そう、欲しいんですよ。ちょっとこの辺りで。やっぱりティナさん、お願いします。で、まあ、ロックも連れて行きたいけどね。そうなるととりあえずこうしよう。そう、ここの砂漠運動場なんですよね。そして装備まだしてないや。まあいいでしょう。もうリルムが、あ、おじいちゃんまた寝ちゃった。
そうね、まあおじいちゃん弱いのでね、当たり前のごとくなかなか戦場に出してなかったから。あ、メテオあるんだ。あ、おお、頑張るね。すごいね。あ、ホワイトウィンドラーニングした、よかった。そう、おじいちゃんはついでにラーニングもできるからいいね。あー、そっか、ティナバリガルさんを今つけてるんだ。ちゃんとそれぞれつけてる理由があった。どうしようかな。そう、おじいちゃんもね、ちょっと回復を覚えてほしいし。ちょっとこの辺りでごめんなさいね。準備運動していいですか。あ、来た、サボテン。よし、何かを束ねている。サボテン燃えるよね。あ、そっか、ちょっと待って。あら、痛い、おじいちゃん。これは殴るしかない。なのでこれだ。あ、ドリルね、確かに。あ、やったね。あ、ファイが覚えたし、針千本ラーニングした、嬉しい。そう、ここはいい、なんだろう、運動場。あ、手裏剣補充しないと。あ、これもね、なかなかいいサンドバッグになりますね。ファイが覚えたしね。おー、9999。リルムちゃん。よし、いいね。そう、ひたすらここと、あとどこだっけな、もう一つ確かあった気がする。よし、そうなるともうまた手裏剣補充しなきゃな。いいね、やった。あ、アレイズ覚えた、嬉しい。サボテンダーが何かを束ねてる、かわいいよね。あ、この人たちもたまに来るね。これはファイが使っちゃおうか。何を束ねているか、え、針じゃない。シックス楽しいですね。あ、ちょっと、ガを覚えると嬉しい。リルムはもともと魔力の強い子なので、だからなんだろう、あのスケッチとか操るとかじゃなくて、もう魔法使いとして鍛えてます。まあ家系ですね。そうですね。そして虫は燃やす。たまにはグランドトラインしようかな。おっと、結構これ怖いよね。死んじゃうとね、困るのよ。あ、ネキがアラフォー。
おっと。そうね、一撃がね、強いよね。ああ、トライアングルストラテジー気になってますね。いろいろね、気になってるゲームあるんですけど、大変回復してない。もうグランドトラインしちゃう。レイズ系をね、そうね、他の人たちにも覚えてもらわないときついよね。あ、ファントムね。そう、女の子たちは魔法ね。ここでまた、あ、来た。よし、なんか束ねてる。これでいいね。あ、やったー。あ、嬉しい。メテオもファイがブリザがサンダが全部覚えた。そうなるとどうしようかな。アルテマリルムかな。うん、お、いいな、リルム。メテオもアルテマも。で、こっちどうしようかな。あ、アレクサ行こうかな。ただストラゴスが、ケアルラ覚えたらにしよう。うん、まあそっか、ファントムをずっとかけておく。それ塔で使えるかな。あ、やった。何か束ねてるね。よし、手裏剣ごめんね。危ない。やった。これでアルテマ覚えたら行きますね、あの塔に。いいね。この人もいいね。これは燃やそう。たまにはこれ使ってみようかな。でもそれ使う前に終わるよね。リレイズがね、多分ネキがそろそろ覚えるかな。あ、待って、フェニックス。うん、もうちょっと。こういうのをね、配信前に本当は済ませておきたかったんですけれど、それでもレベルは少し上げておいた方なんですけれども、これって普通に言って足りないよね。そう、ひたすらここを
よし、今日はサボテンステーキだ。何にも悪いことしてないのにな。サボテンだ。お、リレイズ覚えた。そして、あ、いいね、アルテナ。あ、バハムートでフレアもね。ジャブテンダーって出てくるかな。ひたすら手裏剣だな。手裏剣買っておかないと。またデスゲイズさんはまだですね。いけるかな今日。というか遭遇するかな。とりあえずラストダンジョンに突入するところまでは行きますので。おじいちゃんは自己防衛でね。いいね。お、ティナがホーリーを覚えた。あ、リルムが気づいたら40になってた。リルム成長早くない？いつの間に私を追い越したんだろう。そして幻獣はどうしようかな。あ、これにしよう。ティナは、あ、じゃあファントムにしとこう。よし。そうね、こんなことしてるからレベル差が開くんですよね。あ、サボテンだ。よし、八竜はね自由にさせてる。そうね、幻獣楽しいですね。あ、なんか大勢来た。あ、キリンさんマスターしてた。じゃあちょっとこれを片付けて。あ、レベル上がった。本当だ。どうしようかな。ストラゴス、ストラゴスってまあ魔力高いといえば高いか。やっぱりリルムいいな。これかな。よし、これでもうちょっとだけ温めていきますか。もう手裏剣投げちゃおうかな、この人にも。あ、あっち向いちゃった。やめてほしい。おじいちゃんがね、あ、おじいちゃんのレベルが上がんなくなっちゃう。
そう、レベル上げするとね、だんだん喋らなくなっちゃうから、そろそろね。ん？あ、盾は装備してないや。これで、あ、違うわ。で、投げよう。あ、グラビデオが。装備した方がいい。でもすごく、あ、ヒールロットはダメ。そうね、ちょっと今はいいかな。あ、大変。そうね、レベル上げって、そんなに配信するものではないかなって。なので、もうこの辺りでそろそろね。誰が、あ、おじいちゃんだ。ただ、なかなかちょっと配信までにいろいろできる余裕がなくて、あ、またおじいちゃんだ。そう、雑談しながらっていうのがレベル上げができなくて。よし。あ、レベルが上がった。これで、ごめんね。あとどんな感じだろう。お、あとちょっとだ。嬉しい。ごめんなさいね。ちょっとアルテマを身につけたら行きます。サボテンダー恋しいですね。おお、おじいちゃんがなかなか、まあ足腰もう弱ってるもんね。あとちょっとだ。あ、ファントも覚えた。そしたらどうしようかな。あ、 MP プラス30いいかも。あ、こっちかな。よし、どちらもいいですね。よし、この運動場を。あ、サボテンダー来た。よし、何か束ねてるね。いいね。ケアルガも欲しいね。あ、そろそろ MP がもうないね。じゃあ手裏剣で。そうなんですよね、 HP がなかなか上がらなくてね。やったー、リルムがアルテマ覚えた。よし、行きましょう。ちょっと
とお宿で休憩して、よし、あ、並び替えね。こうしよう。そうなるとディナはどうしようかな。これでそこですよね。あった、手裏剣買ってきます。デスゲイズ来い、やめて。今来たら泣いちゃうね。ここじゃない。今もうデスゲイズさんにお会いしたらいけるかな。手裏剣、こんなに買っても870円、すごい。お、マンイーターなんか欲しがってる。あー、これも買っとこう。これは30個くらいでいいかな。といってもお金有り余ってますね。これも99個買っておこう。うん、そっか、サボテン狩りしたからね。マンイーター買っとこうかな。ゴールデンスピア使うかな。よし、で、必ずヒールロッドになるな。おじいちゃんはナイフ。この人いつもバリアントナイフ外そうとする。カッパロボ買いたい。買えるのかな。そしてリルムはアレクサ。よし、これでレベルも40になったし、いいね。そしてセーブしておいて、このメンバーでちょっとあの塔に行ってみよう。うん、よし、ここだ。やってるね、今日も。あれ、何の儀式なんだろう。よし、これで。で、もうティナもリルムも、あ、そっか、
メテオって聞くのかな。すごい。ちょっとね、びっくりしちゃった。金の髪飾りつけておけば。エーテル買ってくるの忘れちゃったな。もうアルテナとメテオで、そうね、ここは乗りこなす感じね。一応グラビデとかしようかな。する必要もなさそう。おじいちゃんどうしようかな。お、リズムがいっぱい覚えた。エーテルがね、99個ある。怖い。無意識のうちに買ってましたね。買った覚えないんだけど。やった、8回。セーフティービット。いいね。即死石化ゾンビ。誰かにつけておこうかな。即死石化ゾンビ。なるほどね。形見の指輪と同じ効果があるんだ。しかしリルムからイヤリングは外したくないので、おじいちゃんかな。おじいちゃんちょっとセーフティーしとこうか。あ、ごめんね。ちょっとこれ片付けたら戻ります。とりあえずアルテナ。そうね、アルテナがすごすぎて。あれ？よしよし、エアアンカーさん、エアアンカーさん。あ、マシーナリーマスターやったね。よし、行こう。そしてこやつらももうアルテマかな。ひたすらに。あ、リルに狙い撃ちしてきてる。そしておじいちゃんはまた死ぬ。おじいちゃん、よし。で、これでこっち登って、結構登るね。お、回復しよう。ホーリーって聞くのかな。メテオでいいか。このもうメテオとアルテマのなんだろう、気合の入りっぷりがすごいね。よし、結構いい感じに魔法とか覚えていってるんじゃないかな。うん、いいね。
リレイズは、確か、アレイズか、これ。誰かが覚えてなかったっけ。あ、今、覚え途中。さっき、そうね、ネキも覚えた気がするけど、アレイズ、リレイズ。あ、あるね。で、ティナももうすぐ覚えると。よし、17階まで来た。お、源氏の盾。源氏。お、魔法レベル50まで来た。あ、困る。うちの大黒柱に。よし。で、これで、アルテマ。出て。よし。あ、やった。アレイズ。ケアルが。とりあえず中断セーブしておこう。よし。怖いな、70まで来た。しかもバックアタックだ。うわ。あ、ちょっとリルムスやっちゃってくださいよ。眩しい。あ、またティナが。とりあえずこっちか。そっか、リルムがまだ回復魔法を持っていないんだ。あ、蘇生魔法ね。よし。すごい、これ何階まであったっけ。あ、ドクドクしてる。ゾナ。またおじいちゃん死んじゃったよ。リルムさんやっちゃってくださいよ。すごいね。あ、そうだわ、松沢ネキ雷でみなぎるんだわ。いいね。あ、やった、メテを覚えた。嬉しい。え、そっか、ここって帰りテレポ使えないっけ。うわぁ、じゃあラグナロック行っちゃおうかな。よし。おじいちゃん辛いだろうな、この階段。あ、ここもあった。え、どうしよう、あの人。ちょっと待って。あの人じゃないけど。あの子どうしよう。言っときますか。影に。おお。そうね。ホーリードラゴンだから、ホーリーしてくるドラゴンよね、確か。ずっとホーリーしてくるんだ、これ。そうだ。もう。ちょっと待って。今、リルムね。ずっとホーリーしてくるから、あれは？あ、サイレスがない。あ、
出た出た、ホーリー三昧。ちょっと待ってね。まあいいか、普通に。おお、ちょっと待って、これは普通に倒そう。もううちにはリルムさんがいるので大丈夫かなと。そしてホーリーザンも、そうね、全体攻撃じゃないし助かる。ありがとうございました。リルムがホーリーを覚えた。あんなに浴びたらね、はい、あ、ホーリーランス8竜あと7匹。そうだ、解放したまま自由に泳がせてるからね。ほんとだ、リルムちゃん、エーテル飲んどきますか。よし。しかし何回まであったっけ。ホーリー使おうかな。待って、今これリルムアルテマあった。ちょっとおじいちゃんが腐ってる。そっか、リフレクリングつけとこうかな。ただケアルしたりはするんですよね。手の震え？そう？あ、アレクサ大変。次リルムどうしようかな。あー、カトちゃんこれかな。アリーズとかも欲しいな。フェニックスって今あれ誰がつけてたっけ。あ、ティナがつけてる。ちょっと待っててね。あ、ゾナ行っときましょうか。うん、ファントムは？これにしとこうかな。レイズ使えた方がいいね。とりあえずちょっとこれにします。よし。今何階まで来たんだろう。おお、魔法レベル80まで来た。あ、おじいちゃんごめん、回復してなかった。あれ、これは誰だっけ。リルムだ。おじいちゃん死んだね。よし、ね、アルテマ1回で終わらなかった。よし、レイズ覚えたね。え、ごめんね、おじいちゃん。今毒解除します。あ、おじいちゃんじゃないわ。おじいちゃんは普通にこれで OK かな。リルムがなんか HP もモリモリになってくし、育ち盛りですね。よし、あ、お部屋あった。また
6、あれかな、星のペンダントつけようかな。ここだけ。確か、あ、私もメテオ覚えてるね。若いって素晴らしい。そうね。よし。あ、やったね。おじいちゃんいろいろ覚えた。これで、ウィゾーナ。いや、しかし、金の髪飾りとイヤリングはそのままの方がいいな。そっか、ティナってリボンつけてるから。そしてリルムどうしようかな、次。さっき何がいいかなって、あ、これだ、ゾナ。そしておじいちゃん。あ、MP30。魔力上げたいな、この。魔力上がるのって。ああ、今更でも、ファイラ、ブリザラとか、そんなに、ね。ああ、ずっとゾナーでもいい。確かに、そっか。しばらくこれをつけて魔力を上げていくのは、ありですね。そうね。これほんと人によってさ、いろんな鍛え方あるよね。ここ入ったっけ？入ってない。35階だって。すごい。なんか、エスカレーターとかエレベーターなしに35階まで徒歩って初めてかも、私。フォースアーマー。あ、ごめん。今更とか、そんな、魔石に罪はなくて。よし。あ、バイオってる。メテオしちゃおう。確かにね、本格派の方はもうレベルが上がる瞬時に魔石付け替えるんでしょうね。しばらくでもおじいちゃんゾナーでいいかな。よし。お、来た来た。よし。ちょっとエーテル飲んどこう。大変。あと83個しかない。あ、ガブ飲みしてしまった。意外と早く着きましたね。お腹タプタプかな。え、待って、ここって。なんか、備えていくことあったっけ？ティナは結局リレイズを覚えたんだっけ？あとちょっとか。いいかな。ネキが使えれば。アスピルあるね。まあメテオもあるしね。あれ、デレイズを最初にかけておけばいいのかな。行ってみよう。今じゃないんだな。結構頑張るね、ここ。ちょっと待って、どうした。
ょっとめんどくさいことになったな。せっかく回復したのに、しょうがない。フェニックスの尾の方が、いや、金の髪飾りつけてるよね。じゃあいいかな。ねえ、なんか今の何だったんだろう。お、39回来た。あ、ちょっと待って。喉乾いた。エーテルのも。あ、美味しい。お、やったー！ソウルオブサマサ。よし。ですよね。来た来た！信者の皆さん！うわぁ！すごいすごいすごい！これは強信者。ケフカ様のお宝、お宝返せ。ですよね。うわぁ！ちょっとこれスクショ撮っとこう。あ、来た来た。いい位置に。あ、来た来た。ちょっと待って、かっこいいな。で、ネキね、今ディレイズ。待って、誰から行こうかな。これ魔法整理整頓しないと。配信者のと。そうね、みんな階段登ってきた。おそらく。あの、シュルッと効果強いよね。そうね、とりあえずこの蘇生が間に合わないのよね。アレイズがないな。普通に最初に召喚とかするべきだったかな。カーバンクル使う。とりあえず、あれ？アレイズ。フェニックスを持ってるのが確かティナだったかな。サンバラはね、ありがたいんですよ。あった。バリアチェンジしてるね。で、これティナね。ティナが、フェニックスだ。危ない危ない。リリースでバイアチェンジしてるね。痛いね。おお、死んだ死ぬね。で、これでさすが、本当にリレイザないとダメ。そしてサンダラはね、ありがたい。これでアルテナやっと打てる。
バーニョまでするんだ、すごいね。エスマ全員とかできたらいいのに。これはもう毒を治してる暇がないな。しかし誰か一人は治した方がいいね。シェルしとこうかな。あ、大変。エーテルスーパーで行ってよかったな。そろそろ死んでもらえないかな。おっと、え、どういうこと、ちょっと待ってあんまり嬉しくないな。まあ経験値ゼロだしね生きて本当はね、みんなで勝利を勝ち取りたかったけど。そうね、うん、ここは星のペンダントとかつけておいてもよかったのかな。帰りますか。で、テレポ使えないんだっけ。あ、使えないよ。どうか。とりあえずみんな起こすか。あ、エーテル、エーテル。おいしい。そっか。一瞬、ペンダントしちゃおうかしら。お、ソウル・オブ・サマサー、すごい、治った。で、あ、みんな起こそう。そうだ、みんなを起こそう。朝だよ。そしてティナのキアルラがいいな。サマサ、サマサつけちゃう？え、私がつけていいんですか？これはどう考えてもリルムかなって思うんですけど、イヤリングもつけておきたいんですよね。飾り重要。アルテマの連続がいいですね。ちょっとそうしちゃおうかな。レッツサマサー。あ、そっか、アルテマってカンストしてるから、カンスト、ん？あれ？でもこれ2回かけるから9999、2回いけるってこと？そうね、そうなると MP カラカラだからやっぱり金の髪飾りかな。で、おじいちゃんになんかつけよう。いやー、楽しくなってきちゃった。おじいちゃんどうしよう。なんか強化しておきたいけど、これでいいか。よし、帰ろう。徒歩か。帰りはモルルが欲しいね。まあモルルっていうか、モグ。ちょっとね、ちょっと痛い。もう、あ、連続魔の必要ある？じゃあメテオにしておこうかな。そうか、これ通常戦闘の時は連続魔いらないな。ちょっと待って、
あ、ホーリーって跳ね返ってきちゃう。ちょっと待って、出来は良い良い、帰りはってあれですね。すごいねこの人、すごい気合入ってる。ちょっと待って、ちょっともうめちゃくちゃそっか、跳ね返ってきちゃったか。これ今サマサゴね。そうなると軸ポット、連続魔、あら、うん、サマサゴでよかった。あ、そっか、アルテマやった後にメテオとかでもいいのか。どうしよう、そんなにいらないな今。アスピルを覚えた。そしてヘンリルにしとこう。でおじいちゃんが、あれ確かゾーナにしておいた気がするんだけどな。あ、エリクサーあげれば、そうね。ちょっともう早く帰ろう。テレポで帰れないなんて。あ、エリクサーあげた方がよかった。ごめんね。もう、うっかり倒しちゃった。だってこの人たち、ここにいる人たち怖いんだもん。そしたらやり直すのもあるかな。あ、テレポで戦闘から逃げる、それはありですね。確かにやり直したくなってきた。ちょっと待ってね。これストラゴスは持ってないんだ。おお。これはもう逃げた方がいいね。で、これってマジックボットに会う前かな。そうね。ちょっとこうしてみよう。あ、でも意味ないんだ。ちょっとロックごめんね。
これで。で、特殊。で、これを、確かゾーナにしておこうって。ああ、そっか。リルムは、じゃあ、フェンリル。サマサ後、マジックポット前かな？ああ、喉乾いてる。大変。ああ、エーテルが、大変、少なくなってきた。来た。どうしよう。よし。やったね。ちょっと、頑張って倒してみたい。こやつら。おじいちゃんにフレア来ちゃったか。それは死ぬね。お、いいんじゃない？やった。行けるときはいける。もう開幕。畳みかけるように。アルテマするしかないね。ああ、喉乾いてる。しかし連続魔、これエーテルがとんでもなく必要になってくるな。まだ93いる。来てる、なんか来てる。やめてよ。あ、メルトンしてる、メルトン。そう、リズムは元気になるはず。何しようかな。すごいね。あれ？あった。間違えちゃった。やると思ったよ。私のことだからね。もうなんか、みんなで生きて帰りたかった。どこからだ。これはちょっと前だ。だからフェンリルにして、でゾーナにしようっていう。サマサゴ、サマサゴではあるけど、一回倒す前かな。あ、83だ。あ、そうだ、MP が。おじいちゃんがこれな、やっぱり辛いよね。S までいいか。よし。ああ、多分ね、バトルスピードね、今速いんですよね。普通に標準に戻しますか。よし、これで。そう、ちょっとサクサク行きたかったので、スピード若干早めていて、レベル上げとなるとね、うん、ただそこから戻すの忘れてましたね。あ、80まで来た。
そしていつも何がどこにあるのか覚えてない。ティナってアルテムはまだ覚えてないんだっけ。よし、あ、大変。リズムが喉乾いてる。そうだ、リズムがアスピル。そうね、あのね、とっさに、魔法ってこれ、あ、整頓できるんだ。魔法を、あれ、どうやって整頓するんだろう。使う順番に置き換えたい。あった。あ、待って、こうかな。いや、違うな。あ、これだ。うん。で、できれば自分でにして。あれ？どうなってる？あったあった。アルテマメテオ。あ、この順番でいいかな。とりあえず。で、これもこうしよう。うん。よかった。これでもう迷わない。そしてあった。あ、もうすぐリレイズ覚えるね。そう、自分で整理整頓しようと思ったけど、うん、思いのほか面倒で今諦めました。よし、ごめんなさい、もう帰ります。さあ帰ろう。これであとは今日はデスゲイズさんにご挨拶するくらいかな。あれ、連続の、あれ、さっきおかしいな。さっき整理整頓しなかったっけ。あれ？アストラゴスさんはこれでいいんだ。もうたくさんあって分かんなくなってきちゃった。誰か死んでたよね。で、連続もできないや。おっと、MP 切れ。ちょっと待ってね。もう一回リルムのところで、こうだ。うん。で、あ、フェニックス覚えた。
どうしようかな。セラフィム、ティナは、あ、HP アップもいいな。これ今誰がつけてるんだろう。セリスか、確かに。で、こうしよう。そして、エーテルね。よし。よし、行こう。大変。ね、エーテルがもう50を切りそう。この辺りになるとちょっと落ち着いてきたな。あれ？魔法の順番がやっぱり上からアルテマになってないや。あ、てかアルテマ持ってないんだ、ティナは。もう分かんなくなってきちゃった。これはストラゴス。ストラゴスはいいかな。そうね、魔法なんだろう、順番が反映されてないかも。よし、あ、いっぱい覚えた。あれ？ティナって、あったあった。よし。これで。お、クエイクしてる。うわ、大変やだ。あ、これは終わってしまった。すごい、なんて塔だ。どこかでセーブはしたんですけれども、あ、でもこれ、つい先ほどですね。ね、まあ逃げてもいいかなって思うんですけどね。連続魔が、MP が思いのほか大変ですね。よし。メテオだ。うん、そうね、レビテとしておきますか。もう誰が何を持ってたかがわからなくなってる。
のメンバーは持ってないかな。いっか、帰ろう。よし。あ、もう50、60、喜んで。デスしちゃうか。そしておじいちゃん、必ず死ぬ。まずレイズして、レイズしてアルテマかな。これでティナは、あ、すごいね。大丈夫？ね、あっさりね、デスが効くって。この時間差で死んでゆくの何なんだろう。よし。あ、フェンリル覚えてる。大変、エーテルが。で、リルム次どうしようかな。あ、フェニックス、これだ。よし、いいね。で、ティナはちょっと魔力を上げておこう。よし、これで帰るぞ。あとちょっとなはず。うん。これでアルテマ、アルテマメテオかな。よし、どうしよう。アスピルじゃないな。連続なのに自分がついていけてない。どこから再開してるかわからなくなってるよね。よし、とりあえずもうね、ここ帰るだけだから。やった。なんかほら近づいてきたよ。30、やったね。もう30の方々だったらメテオ2回もういらないんじゃないかな。くるくるしてる。あ、カッパとかなるんだ。すごい、絞り取ってる。何もない人から。よし。あ、やった、ストラゴスさん覚えたね。あ、カッパーとか意外と持ってないんですよね、確かこのメンバー。なので、おや、イエローチェリー、誰か全部食べちゃったね。カッパのまま帰るか。それかエスナかな。違う、カッパってエスナでも。そっか、戻れない。万能薬か。万能薬は買いだめしてある。よかった、人間に戻っておいて。連続魔じゃなくてもいいかなって思うけど。万能薬は万能だからね。
ね、アイテム数20とか30とか不安になっちゃう。早くまたお買い物しなきゃ。よし、戻ってきた。ただいま、お疲れ様です。明け深に魂を売った連中。え、秘密のお宝ネタ。え、いいや。そうね、すんごいお宝。よし、やった。これで向かいますか。いろいろまだあるんだけど、ドラゴンさんたちとか、あとデスゲイズさんはどうしようかな。とりあえずお買い物をしますね。あ、ここは駐車禁止。あ、そっか、フィガロ割り。確かについついサマサ戻ってきちゃうな。手裏剣は買いましたよね。フィガロはどこだっけな。こっちだ。うん、セーブは大丈夫です。え、ここ、あ、こっちだ。よし、ここで確かこっちですよね。あ、大変、エーテルが。毒消しも買っとこう。20個ぐらいあればいいよね。目薬も買っとこう。全部マックスにしておこうかな。こんなにいるかな。万能薬も買っとこう。あ、割引になってなかった。いっか、定価で買ってる。いいや。あ、フィガロにはお世話になってるし。うん、お金あるし。あえてフィガロに買いに来るっていう。で、あ、そうだ、どこかで休憩しないと。まあ、どこでお買い物したいかって言われたらフィガロよね。あれ、どこか休むところあったっけ。何これ、連続がしとこうかな。あ、エーテルがないや。スケッチしよう。そしておじいちゃんはまた死んじゃう。フィガロで休憩できましたっけ。どうだったっけな。見てをしよう。こんないきなり見てをされても困るよね。あ、やった、アルテム覚えた。どこだっけな、休憩できるところ。
こ、やったそうなの。もう飛空艇からリフレッシュおじさんがいなくなっちゃったからね。おじいちゃんはね、そうなるとやっぱり幻獣のミドガルゾールムで今 HP を上げたいなとね。そしてラグナロックマスターしたので、あ、アレクサ行っとこうかな。よし、よし、これで。あとはもう突入するだけになるんですけど、デスゲイズさんとかドラゴンさんとかね、とりあえず行こうかな。うん、ちょっと行ってみようかなって。グループ決めたいしね。デスゲイズさんはね、最初に遭遇しましたよね。あ、バハムート、あれ、バハムートって持ってない。あ、持ってないんだ。本当だ。どこだっけな。あ、そうだ。デスゲイズからもらうんだ。それだ。やっぱりじゃあちょっとデスさんと、そうね。会いたくない時はね、何度も遭遇したんですけど。このメンバーでいいかな、とりあえず。そう、しかしね、会おうと思うと会えないんですよ。でさ、セリスを、そうね、エーテルもマックスで買ったし、セリスあっちで鍛えようかな。バハムートと、あともう一つ何でしたっけ、召喚ね。ジハード、あと3つ？ あ、そっか、竜をやっぱり退治しないとダメかな。八竜倒さないとダメ。じゃあそれは配信外かな。なんか散らばってますよね、いろんなところに。ライディーンはね、オーディンかライディーンかどっちかみたいな選択でしたよね。そしてなかなかお会いできませんね。地竜はなんかね、遭遇した時はまだ倒せるレベルじゃなくて、後から
拾いに行くのがちょっと面倒になるっていう。どこだったっけあれ、ロックに会った時とかもいたな。来ました、来ました、レッサン。ちょっと待って、あ、レベル5です。ダメだわ、うちいます。風魔手裏剣、そしてフェミオ。大変、主力が。あー、そっか、レベル5です。ラーニングしたけどね。逃げられちゃった。あ、そうだ、この人が死んでるんだ。まあ、また会えるかな。トータルで確かダメージは溜まってるんじゃなかったっけね。だから今のってきっと、うわ痛いってなってレッサンどっか逃げたのよね。あ、そうだ、片身の指輪をリルムだわ。これカ飾りつけたいけど、ネッキーはどうしようかな。五の倍数ね、いるのたくさん。で、今おじいちゃんもセーフティーつけてるから、ね、デスゲイズさんってあんなに早く逃げちゃうっけ。あ、オペラ座だ。そう、ナルシェにはいて、あと古代城もね、あの地下にいましたよね。それを拾っておけばよかったな、配信前に。オペラ座ちょっと寄ってみようかな。ん？サマサ？リルムの実家。ここだっけ？オペラ座。あ、ここ違うわ。ここは懐かしの。シド、元気だった？うん。セリス今いないけど。こっちかな、これかな。地図を見よう。あ、マランダの町。あ、これさっきの運動場だ。そう、ちょっとね、迷っちゃうんですよね。ここだ。
これだ。よし。あ、団長のところまで行ってあげてください。そうだ、オペラ座の人が困ってる。団長、まあこのメンバー団長にお会いしたことないですけどね。ステージ上にドラゴンがうろついて、ああ困った困った。よし、ちょっと芝居てきますか。こっちから行かなくていいか。こっちからかな。あ、変わらなかった。ああ、あれはすごいね、ステージ上に。ん？押すスイッチ、え、これですよね。あれ違った？どうやって行くんだっけ。あ、これでいいんだ。よし、こんにちは。普通に。おお、これはとってもドラゴン、アースドラゴンね。あ、そうなると、レビテとしておきたかったけど、もういいね。あ、グランドトラインしちゃう。もうこれで正直、観客さん見てる、みんな。アルテマって 80MP も使うんだ。あ、マグニチュード8。大丈夫？うん、大丈夫だった。よし、まあこんな感じになるよね、後半だと。あと6匹。そうね、まあデスゲイズさんに遭遇がてら8竜行ってもいいのかな。あとどこでしたっけ。多分今だともうそんなに接戦にならないから、なんかね、見応えあるのかな。あとはあれだ、ナルシェ、ナルシェとゾゾと古代城の。ゾゾがね、そう、ちょっと面倒なんですよね。それなんですよ。あそこが、まあこれでデスゲイズさんに会ったら突入して、あ、そっか、エンカウントするんだ。モグを連れてきて、で他のメンバーでちょっと
レベル上げも兼ねた方がいいんだろうな。そう、ゾゾはね、ゾゾ晴れたの？これって瓦礫の塔って先ほど行きましたもんね。あ、違う、これから行くんですよね。瓦礫の信者の塔だ、さっき言ったのは。塔にも竜がいるね。そう、他の人たち全然レベル足りてないからね。だってエドガーマッシュもあっという間に追い越して、雪を信者の塔は先ほど行きましたね。幸男は20代ですね。多分ね、最後のあの瓦礫の塔もすっごいきっと長いので、長いというか迷うのでレベル上がると思うんですよね。午後は割とメンバーに入れていきたいな。いや、とりあえずね、この二人で機械って。さっき拾いましたよね。とりあえず彼には何か。もう機械はあれでできますよね。エアアンカー、そうよね、午後と違うもんね取ったら勝手に使ってくれるよね。
エドガーは魔法を覚えるというよりは、どうしようかな、こっちかな。で、ナッシュが、あ、素早さ1いいな。魔力2、これもいいね。よし。ちょっとこれで、この2人もレベル上げていこう。で、またデスさん。違うや、モブを連れてこようって話してたんだ。ダメだ、すぐ忘れちゃう。瓦礫の塔行った後って戻って来られましたっけ。そうね、フェニックスの洞窟ね、あそこ迷うから行きたくないんですよね。そう、なのでちょっと今日は瓦礫の塔に突入して、で、いろいろ拾うべきものとかをちょっと個人的に拾っておきます。じゃないとね、なんかゾゾとかフェニックスの塔ってね、行ったらすごく時間がかかりそうというか。そう、仕掛けが結構ね。もうあれって一度解いたらそのままかな。そんなことないよね。そう、ちょっとね、迷うダンジョンは、時間がかかってしまうので、デスさんにまたお会いできないかなって。会おうと思うとなかなかお会いしませんね。もう突入しちゃおうかな。あとは、行くとしたらナルシェでしたっけ。竜退治したいけど、迷うのやだなって。あと、歩くのもやだ。デスゲイズさんね、瓦礫の塔行ってまた戻ってきた時に遭遇できればいいかな。ああ、そうね、できればね、そう、事前にバハムートはね、手に入れたいですね。レベルはまあ40前後あれば、いけることはいける流れかな。あとは、あちらでもうひたすら鍛えられるので。どうしようかな。なかなか。やっぱり我々もあれから強くなっちゃったから、デスさんがむやみやたらと突っかかってこないな。ね、飛空艇手に入れて開幕早々お会いしたのに。そう、あとはまあ竜退治してケフカに
会いに行く感じかな。でさ、本当に来ない。こんなに動き回らない方がいいのかな。しかしバハムートはちょっと、できれば塔に行く前に来ました。よし、これで、いいですよ、しょうがない。ウィークメーカーしちゃう？よし。もうね、ネキはしょうがない。デッサまた逃げちゃいそうだな。ドリル。もう逃げられる前に片付けたい。あ、MP 足りない。あー、やっぱりこれでまたどこかで遭遇するよね。で、削ってるのよね。あ、マッシュとエドガーはね、ちょっと弱いので、レベル的に私のあの育て方が悪くてというか、偏っちゃってて。よし、あと 1,2 回でね、もうデッサンいけると思うんですよね。ちょっとこれは退治していこうね。あやつをずっとその辺に飛ばしておくのもね。今のでだいぶ削りました。あ、 MP 回復、確かに。ちょっとやっぱりね、ごめんね。髪飾りの方がいいな。エーテル飲んどこう。よし、またフィガロで買おう。あとアルテマ、そうね。あ、レベル5デス対策、そうね。そっか、私がこれだ、形見の指輪。あ、そうなるとサマサしたいな。サマサもしたいし。そうだわ。じゃあちょっとおじいちゃんから、ごめんね、セーフティー、こうしよう。うん、アルテマ代がね、結構かかるのよ。よし、これでもうデスゲイズ狩りしてね。どこじゃ。あ、スリースターズが欲しい。とりあえずちょっとデッサン片付けて考えよう。
フェニックスの洞窟か。フェニックスの洞窟とゾゾタウンがなかなかね。確かにデスさんも瀕死なはずよね。確か盗むでしたよね、スリースターズ。宝箱じゃないですものね。モグを連れてゾゾタウンかな。あ、コロシアムね。あー、恐竜の森。恐竜の森どこだっけ。確かにな、スリースターズあるともうあれよね、使い放題みたいな。あれ、ここだっけ。あ、こっちじゃない。あ、これまた違う。今そこ行きたくない。あ、でももうそんなことないかな。ここゴゴタウンだった。まあいいでしょう。そう、ゴゴはもう OK です。デスさんどっかでねまた会えるといいな。ティラノサウルス。痛い。あ、大変、手裏剣買っておかなきゃ。あ、あったあった、エアハンカー。連続魔を使うほどかな。あ、メテオしてくるんだ。やめてよ。なるほどね。あれ？あった。じゃあ連続もしよう。ここはそうね、油断なりませんね。このメテオ、我々も今絶対巻き込まれてるよね。次死んじゃうんじゃない？まあ、なんとか。待ってね。レイズして。違う、あ、真ん中にいるとできないね。一体倒せたから。これでよかったよかった。じゃあこれはもう連続まで。よし、
あ、やったね。佐五城の槍で、テント使っちゃおうかな。ね、戻るよりはもうここで。なんか、シャドウのテントの張り方、哀愁漂ってるな。よし。そうですね、ちょっとレベル上げつつデスさんに会いたいなっていう。アラームピアスをつけておく。そうだ。あ、やったね。で、これで41になったので、多分レベル5ですは避けられるかなって思います。なのでデッサン探しにまた行ってみても良いでしょうか。そして松沢ネギどうしようかな。西遊記、佐五城が好きかな。どの西遊記、西の方、最も遊ぶ方。それによるかも。あ、手裏剣。ごめんなさい。手裏剣たくさん投げたいから力あげたい。で、これで、とりあえず、金の髪飾りをつけられる。あ、大変、エドガー。エドガーはどうしようかな。そうね、平田さんね、すごいよね。エドガーってアクセサリー何がいいんだろう。機械使うときに手首強化しておいた方がいいかな。そんなことはないか。とりあえずこれでいいね。うん、よし。え、だってなんかドリルとかさ、回転のこぎりの時とかなんか腱鞘炎になりそうで心配。よし、これでばったりデスさんに遭遇して、しばき倒して、ケフカに会いに行こう。決めた。で、竜は、多分瓦礫の塔に行ってもいるので、ね、そこでちょっと、お見せしつつ、よし、来た。あ、回復忘れた。もういい。ちょっと待って。はい。で、あ、アルテマ。で、必殺技で、やっぱり無限頭部ですね。よし、いいね。頑張れ。投げよっかな、手裏剣。いや、風魔手裏剣投げちゃおうかな。
特別だよ。やった。さすがにね。疲れたよね。よし。そして、あ、来ました。ナイスピーター。デスゲイズの口から魔石が汚い。ビチョビチョしてしょう。あ、魔石バハムートを手に入れた。なんか嬉しそう。ちょっとよし、これで行きましょう。あった。フレア素敵。 HP50。 誰につけよう。ネキかな。今ビスマルクつけてるんですよね。力を上げたいって言ってたんだ。そっか。でもおじいちゃんにつけるなんてことも言ってましたね、ストラボス。うん。とりあえずちょっとこの辺りで休憩して、あ、チェンの町。350ギル、ちょっとお高い。うん、お買い物していこう。イエローチェリーあるね。なんか100個ぐらい、そんないらないわ。100回もカッパにはならないよね。30個あればいいかな。あ、テントがない。スーパーボール買っとく？そうね、テントちょっと欲しいな。そうなるとやっぱり王様もいることだし、テントはね、色がいいのよ、それぞれの。ね。よし。30回ぐらいキャンプするかな。あとどうしよう。番組役もなんか50個ぐらいあったらいいよね。なんかアイテムたくさんありすぎて、もう整理整頓する名目で売りつけたい。この辺りはちょっと分解して素材で使ってください。聖水を買っとくか否か、大丈夫かな。確かに
よし。行こう。それでは本日のメインイベント。あ、ちょっと一休みしていこう。フィガロのふかふかのベッド。よし。開演の証取りました。またね、何かあれば戻ってくることでしょう。よし。行きます。乗り込むぞって。ケフカのところへ突っ込むぞ。そう、これって多分誰にしてもエドガーがそういう流れですよね。ね、カイエンがちゃんと前を向いてる。どうしたセリス？三頭身は幻獣界において魔法を司る神様。その神を倒せばどうなると、よくはわからないけれど、幻獣そして魔法がこの世から消えてなくなってしまうかもしれん。すると、そうね、ティナがどうなっちゃうのかなって。来ました。はーい、グループ作って。ああ、どうしよう。グループ分けですよ。みんなどんな気持ちで待ってるんだろう。そっか、今セリスちょっと地雷踏んじゃったからいや、心配してくれてるんだけどね。ちょっとね、いや、これね、なんで二人余らせたっていう。え、こういう時皆さんどうされてました？当時というか学生時代とか。私自身は一人ぼっちではなかったんですけれども、割とクラスの中で二人ぼっちみたいな、離島にいるタイプだったので、どこに入れてもらおうかみたいな、結構やっぱり困ったんですよね。とりあえずね、これって分散した方がいいよね。いやいやいや、え、戻せない？あ、よかった。そうそうそう、どのパーティーも本命みたいにしないと。え、確かにちょっとやってみたいですけどね。
これでしょ？絶対面白いもんね。確かにこの珍獣パーティーはロマンよね。いや、そう、今日はね、ここをね、ああでもないこうでもないって言いながら行う配信かなって思ってたので、どうしよう、本当に全然わからないや。だってこことか全然育ってないからね。ガウかわいそう、わかった。ちょっと待ってね。あ、戻せないんだこれ、大変。会話できない？意外と大丈夫だと思う。どうしよう。シャドウとリルムは一緒にしたいな。そうすると偏っちゃうかな。この子なんとかしないと。ナッシュのグループ結構良くない？セッザー、どうしよう、連れて行きたいんだけど、意外と、あ、おじいちゃんはいます。こうなっちゃう？あ、エドガーをハーレムにしたいんですけれども、魔力がちょっと偏っちゃうんですよね。そうね、ティナとセリスは分けた方が。でもティナここ入りたくないよね。ティナ入るとしたらここなんですけど、絶対なんか気使いそう。いい子だし、ティナもセリスもなんか、セッツァーはね、飛空艇の様子見た方がいいよ。うん、また落ちちゃうかもしれないから。ロックでも結構頑張ってレベル上げたんだけどな。ねえ、バリアントナイフも帰ってきたし、帰ってきたっていうか手に入ったし、全然わからないな、この正解が。いやいやいや、セリスでも真面目に入れるとしたらここになるな。わかった、こうだ。やっぱり。午後連れて行きたいな。ガウも連れて行きたいね。そう、これなんで二人余らせたんだろう。当時どうしてたかな。まあ、多分、ロック、エドガー、マッシュとかで分けて、ティナ、セリスってなんか普通に、グループ組んでいった。気がするんだけど。まあ、ユキオはやっぱりお留守番になるのかな。セッツァは連れて行きたいよ。まあ、全員集める人はそうね、そんなにいなかったりもするのかな。ロックとエドガーは一緒でいいかな。
こうなっちゃうな。あ、そうね、確かにシャドウとか場合によってはいないよね。うん、こうなると思う。真面目に雪を連れて行きたいけど、ちょっとね、ガウと雪男に結局お留守番してもらう形になっちゃうな。雪男ね、せっかく面白い感じなんですけど、引く手なくなって午後は連れて行きたいな。だってこれ、ここのパーティーも強いと思うし、ここも強いと思うし、うん、ガウも連れて行きたいね。どうしよう。だここセッツァー入れてちょっとトレンディードラマ感出しておきたいんですよね。ここ月9日曜劇場、なんだろうこれ。ここね、本当はね、やっぱりここガウにしたいな。ここ入りたくないよね。私も自分だったらこのグループちょっと、なんだろう、うん、気を使うかな。これはなんだろう、ここいいな、ホームドラマっぽくて。ここにティナ入れちゃおうかなとも思ったんですけど、そうすると偏りすぎちゃうから。やっぱこうかな。ここガウ、これでもいいのかな。まあ、残された二人は、うん、うまくやってほしい。待って、機械、バリアントナイフ、魔風剣、暴れる、いいよね、強いよ。でもう 主力よ、ここは。え、ガウかセッツァーで悩んじゃう。うん、これそんな悩むとこじゃないんだけどね。配信だから面白くなんか考えてるだけで。あ、イカサマダイスね。ガウ連れて行きたいけどな。そうなるとこうなる。でも5個も連れて行きたいからな。モノマネが結構良かったんですよね。ここすごくない？ほら、セッツァーはなんか単純に魔法使わせてたかな。午後にはね、普通に機械使わせてたかな。雪男、ほんとごめんね。セッツァーは労働者じゃない？
あーそっか、セッツは確かになんか、うん、そうね、まあ、セッツァイコールウサギみたいなところはありますよね。ここはただ、あのセリフをきちんと育てて、まあ安定のメンバーよ。イカサマダイス。瓦礫の塔にありますよね。ガウ連れて行きたいね。瓦礫の塔でイカサマダイス。手に入ればね。これで行こう。うん。ガウどうしよう。まあ、今日これが配信のメインみたいなものなんで、すいません、なんか。ここガウかな。これで悩んじゃう。そうね、マッシュ、カイエン、ガウっていいよね。まあ帰ってきてもいいんですけど、極力ね、ここで決めたメンバーで行きたいので。いや、午後はね、入れたいんですけど、ここモノマネでもすごくいい感じになると思うんですよね。いやでも、うん、ごめんね、これで行こう。本当にごめんね。ちょっと午後好きだけど。いやでも、でもな、ガウ一人で置いてくのかわいそうだしな。雪男はね、ほんとごめん。雪男はそもそも望んでないからね、多分。これですっごい悩んでる。うん、あの一人だったらこんなに悩まなくてサクッと決めちゃうんですけど、雪男はあのモグが勝手に連れてきたところもあるから。攻略的には午後なんだけど、このさ、あのメンバー的に、あ、違う、ゆきおごめん、ゆきお違うよ。メンバー的にこのマッシュ、カイエン、ガウっていうのがいいんですよね。ただゆきおごめんね。
そう、午後はさ、多分魔法も使えると、アルテマも使えるし、必殺剣も必殺技も使えるなって。どうしよう。これで行こう。おお、こうなったんだ。よし、この先に三頭身が。来ました。3つのパーティーに分かれます。 L ボタンを押して切り替えることができます。と、瓦礫の塔、瓦礫ひらがなだ。来ました。うわで、これ私ね。あ、外に出ますか。一応戻れるっていうね。あ、マッシュさん、あ、こんにちは。おお、まあ、こんな感じで、こっからはまた次回かな。うん、多分進んでいくと、うわー、すごい。そしてまたいろいろ装備しないとでしたね。そうね、ここ結構大変だと思います。あ、ミネルバビスチャね。お、カサブラ。あ、すでになんかいる。そしてお手洗い。アルテマさんいらっしゃいますよね。え、これ行ってみるべき。うん、戦わないとダメよね。ここからは、うん、次回にしよう。いろいろ切り替えつつ。と言いつつ、切り替えるとついつい動きたくなっちゃうね。あれなんだろう。いや、どのメンバーも好き。いや、そう、ちょっとね、見たくなっちゃうの、これ。いや、でもここは、瓦礫の塔は、はい、ここの攻略は次回の配信にして、がっつりやっていこうと思います。あ、イカ様のダイスだ!やったー!よし!これで、勝ったも同然。よし、連れてきた
甲斐がありましたよね。これでもう彼はね、役目を果たせる。よし、ではこんな感じでちょっと瓦礫の塔はもう瓦礫の塔スペシャルじゃないけどね、次回たっぷりやっていきたいなと思います。ごめんなさい、今日結局なんだろう、このグループ分けをしたかっただけで、うん、あとはね、あの信者さんたちのあの塔をちょっと攻略できたらなという、なんか箸休め会みたいな感じになりましたから。あ、戻ってる？本当だ、どうしたの？ちゃんと行かせまして。うん、次回おそらくクリアする流れかな。さすがにね、多分 2,3 時間あればいけると思うので、うんね、今日は本当にちょっとごめんなさいね、あの一度配信フリーズして仕切り直してる流れもあって、すごくゆるゆるの回になりましたけれど、次回はこれでクリアする流れだと思いますが、これちょっと残念なのがエンドロールは流せないんですよね、ピクセルリマスターの配信って。なのでうまいことね、ケフカと戦って倒した流れで終わりかなって思ってます。そうなんですよ、私もね、 FF の6って何が好きって、あのエンドロールで、まあ、言ってしまうとそのね、ページをめくるように振り返るような、うん、あれがどうなってるのかなってね。もちろんそのままでも嬉しいし、多分少しピクセルリマスターになって描写とかも綺麗になってるんじゃないかなって思うので、あのエンディングは多分ダメじゃないかな、ガイドライン的に。ちょっともう一度きちんと調べてみますけれど、おそらくピクセルリマスター全体でそういった決まりになっていたと思うので、なのでまあ、後日ね、またそんなお話をゆったりできたらいいですね。そうね、午後もだし、午後に関してもだし、何よりシャドウに関してとか、うん、そう、各人物のね、それぞれの描写が良くてね。いや、そうなんですよね。あのエンディングを、そっか、なるほどね。エンドロールはじゃあ流さず、私の反応だけ流すとか。そんなありなのかな？要は、映像もオフにして、音も消して、わーとか言ってるのは、それ、確かにガイドライン的にはそれは OK だと思うよ。流しちゃいけないっていうことだから。ネタバレとか、っていうのだから気をつけながらね、単純に一人でリアクションを取るってことよね。それ楽しい？知ってる人は多分本当にあのエンドロールって、これ FF の6ってオープニングもね、映画みたいな作りだったから伝わると思いますけど、そう、シャドウいるバージョンといないバージョンとね、ありますよね。私でもどうだったかな当時、ちょっとまあ考えます、それをとっさにできるかどうかね。なので、まあ、クリアした後にお話しできる機会があるといいかなって思いました。はい。ね、一応これ初めてプレイする方も多いと思うので、最後何がどうなったかっていうのはね、やっぱり
ご自身の目でお確かめくださいということかなと。うん、それでは今日はちょっとね、いろいろグダグダでしたけれども、このまま残しておきますので、後から遊びに来てくださった方はアーカイブでお楽しみください。それではありがとうございました。またおそらく近いうちに配信すると思います。うん、ではまたお会いしましょう。